相模女子大学中学部、高等部は、神奈川県相模原市南区文京2丁目に所在し、中高一貫教育を提供する、私立女子中学校、高等学校。高等部においては、幼稚部から入園し、または、小学部もしくは中学部から入学した、内部進学の生徒と高等部から入学した、外部進学の生徒との間においては3年間別々に、クラスを編成する併設型であったが、現在は混合させクラスを編成している、併設混合型中高一貫校。附属図書館中学部国際理解教育を取り入れ、海外研修にも力を入れている。広大な現キャンパスは、陸軍通信学校として使用されていたこともあり、戦時中実際に使われていた建造物が、現在もほぼそのままの状態で残っている。蔵書数28000冊を誇る図書館も併設している。女子校にしては部活動が盛んであり、バスケットボール、ソフトテニス部、吹奏楽部の活動が盛んである。バスケ部は2011年インターハイやウィンターカップ出場。バトントワーリング部は2012年全国大会出場。神奈川県立相模大野高等学校、神奈川県立神奈川総合産業高等学校と、提携し授業提携、ボランティア活動、国際活動などをしている。ありがとうございます。